中世の写本に描かれた第一回十字軍のエルサレム攻撃第一回十字軍は、1095年にローマ教皇ウルバヌスニセの呼びかけにより、キリスト教の聖地エルサレムの回復のために始められた軍事行動。クレルモンにおける教会会議の最後に行われた聖地回復支援の短い呼びかけが、当時の民衆の宗教意識の高まりと相まって西欧の国々を巻き込む。 一大運動へと発展した。十字軍運動においては、一般に考えられているような騎士たちだけではなく、一般民衆もエルサレムへ向かった。彼らは戦闘の末に、イスラム教徒を破って、同地を1099年7月15日に占領した。そして、エルサレム王国など、十字軍国家と呼ばれる一軍の国家軍がパレスティナに出現した。西欧諸国が、 初めて連携して共通の目標に取り組んだという点で十字軍運動は欧州市における重大な転換点となった。そしていわゆる十字軍を名乗った運動で当初の目的を達成することができたのはこの第一回十字軍が最初で最後となる。十字軍運動を理解するためにはまず中世初期の西欧の状況を理解する必要がある。カロリング長の分裂後 バイキングとマジャール人がキリスト教家されたことで西ヨーロッパのカトリック教権はようやくの安定を見た。騎士は互いに死闘を繰り返したり略奪により農民の生活を脅かすようになった。またこの時期にヨーロッパは寒冷な気候から温暖な気候に変化し11世紀半ば以降には農業生産力の増加、出生数の増加などが見られる時代に入りつつあった。 民衆の人口増大は、承認階級の増加や下国上、正キロマネスク建築の大聖堂や新都市の建設、辺境への移住と開墾、聖異物信仰や聖異物収集熱の拡大、サンティアゴでコンポステーラやエルサレムへの巡礼などへと溢れ出した。やがて、このエネルギーがヒカトリック教徒に向けられることになる。リベリア半島で行われたレコンキスタは、 その代表的な動きである。また、イスラム教徒との戦闘による、戦利品の獲得や略奪、人身売買という経済的な目的を見出した。ノルマン人と東方正教徒が、シチリア島の支配をめぐって争い、ピサ、ジェノバ、アラゴンといった国々は、マヨルカ島やサルデーニア島で、イスラム教徒と争い、イベリア半島の沿岸地域から、イスラム教徒を駆逐した。このように、 十字軍運動が始まる前から西欧諸国の周辺地域へのあら略は始まっていたのである。地中海における豊かなイスラム世界やビザンツ世界との争いの中でカトリック信者の中に復帰の獲得という新たな目標が芽生え始めていた。11世紀に入ってキリスト教徒の間でエルサレムへの巡礼が流行していたことも 相まって、西欧の人々は東方へ目を向けるようになった。1074年、教皇グレゴリウス7世は、キリストの騎士たちに向かいイスラム教徒の猛威に、脅かされていた東ローマ帝国への支援を、訴えたが、東ローマ帝国救援という呼びかけは、西欧の人々を全く動かすことがなかった。このような流れの中で、教皇ウルバヌス二世が訴えたエルサレム脱会という、 目標は軍人に限らずカトリック諸国の広範な人々の熱狂を呼び起こすこととなった。戦乱により育まれた軍事的な素養が経済的な利益や宗教的情熱と結びついて燃え上がったのである。西欧諸国とイスラム諸国の間には東ローマ帝国が存在していた。東ローマ帝国はキリスト教国ではあったが、 世俗権力のもとに政教という別の教派が置かれ、カトリック教会と北地中海沿岸の旧ローマ帝国支配域を二分していた。皇帝アレクシオス一世、コムネノスのもとで、帝国は西にカトリック教国軍と隣接し、東にイスラム世界と接していた。さらに、北からはスラブ人の圧迫も受けていた。アレクシオス一世は、イスラム教徒に奪われた古来からの領土である。 小アジアの奪還を悲願としていた。当時のイスラム諸国は互いに争い、またセルジュークは内紛の真っただ中にあったことが第一回十字軍の行動を成功に導いた。アナトリア半島とシリアは中央アジアイラン高原を本拠地とするセルジューク朝によって治められていた。セルジューク朝もかつては大帝国であったが、この時代には地方政権が割拠する分裂の時期を迎えていた。 かつて、セルジューク朝を統合して最盛期を現出したスルタン。アルプアルスラーンは1071年に東ローマ帝国軍を破り、アナトリアを支配下に収めたが、1092年に時代スルタンのマリクシャーが亡くなると、大セルジューク朝は内紛続きで分裂状態になっており、セルジューク系の各地方君主たちは互いに相手の隙につけ込んでは戦う情勢だった。 アナトリア方面は、セルジューク朝の本家である大セルジューク朝ではなく、文家のルームセルジューク朝の統治下にあり、シリアを統治するセルジューク朝文家のシリアセルジューク朝は後を継いだ、兄弟の間で深刻な対立状態にあった。名機上は、セルジューク朝の半都の一地方でありながら、実質的にセルジューク家の一族によってバラバラに支配されていたのが、ジャズイーラとパレスチナであった。 一方、パレスチナはエジプトを主な領土とするシーア派のファーティマ朝が統治していた。ファーティマ朝は台頭してきたセルジューク朝にシリアとパレスチナを奪われて以来争いを繰り返しており、ファーティマ朝と対セルジュークで連携をとっていたアレクシオス皇帝は十字軍にエルサレム攻撃にあたってファーティマ朝と手を組むよう進めていた。ムスターリーに率いられていたファーティマ朝は、 セルジューク朝によって1076年にエルサレムを奪い取られ、十字軍到来寸前の1098年にようやく取り戻したばかりであった。ファーティマ朝の宮廷では、エルサレム占領を目指すという十字軍の意図に気づかず、エルサレムに到着する寸前まで、セルジューク朝そのものを攻撃に来るものとばかり、考えていた。1095年3月、アレクシオス一世は、 ピアチェンツァ教会会議に特使を派遣、時の教皇ウルバヌス二世に対セルジューク朝鮮への援助を求めた。ウルバヌス二世はこれを快く受け入れた。カトリック教会の側では常に、聖教会が自らへ帰属する形としての復従を望んでおり、教皇は今こそ聖教会との不幸な決裂を乗り越え、ローマ教皇のもとに併合される形での、 教会再合同の後期が訪れたと考えた。ウルバノス2世は1095年の春から夏にかけ、半年以上にわたり、フランス中南部を遊説し、東方への軍団派遣の構想を練ってゆく。1095年11月に、フランスのクレルモンで行われた、教会会議で、教皇は重大発表を行うと宣言した。発表の日、居合わせた。 フランスの貴族たちと聖職者に向かって教皇はイスラム教徒の手から聖地エルサレムを奪回しようと訴えた。彼は人口が増えすぎたフランス人にとって聖地こそがまさに父と密の流れる土地であると訴え、この行動に参加する者には地上において天において報いが与えられること、もし軍事行動の中で命を落としても免疫が与えられることを告げた。 この呼びかけに合わせた群衆の熱気は高まり、神のみ胸のままに、という叫びがこだました。ウルバノス二世の十字軍勧誘説教は、ヨーロッパの歴史に残る名演説の一つであると言われるが、第一回十字軍の成功後に記録が書かれたため、実際にどんなことを教皇が言ったのか、現代では知ることが難しい。ただ一つ間違いないことは、 教皇の訴えが群衆の熱狂を引き起こし、教皇の意図を上回る規模の反響が起こったということである。教皇は1995年から1996年にかけて、フランス、イタリア、ドイツといった各地の主教に同じような内容の呼びかけを行わせた。その際、この行動には女性、修道士、病気の者は参加することができないと付け加えていたが、 熱狂する集団の耳には届かなかった。この呼びかけは農民や農度も熱狂した。彼らはエルサレムへ赴くだけの蓄えも戦闘技術もなかったが日常の抑圧から逃れたいという宗教的情熱に身を焦がし先進的な東方文明での復帰を願っていたため、そんなことは問題ではなかった。教会の指導者や領主たちがどれだけ 厳しく禁じても熱狂的な庶民が聖地へ向かって集団移動することは止めることができなかった。ウレバノス2世の考えた十字軍計画では、軍団の出発は聖母飛翔天の祝日である1096年8月15日を期していた。しかし、それより数ヶ月前に強行の計画に入っていなかったグループ、すなわち貧しい農民や貧しい下級騎士が、 勝手に集まってエルサレムを目指して出発してしまっていた。彼らはアミアンのピエールなる自称修道士、インジャピエールを指導者と仰いで聖地を目指した。大した人数は集まるまいという大方の予想を裏切り、このグループは10万人という規模に膨れ上がっていた。しかし、その多くは戦闘技術など全く知らない人々であり、子供も多く含まれていた。 これを民衆十字軍という。十字軍とは言っても、彼らの多くは別に戦闘を望んでいたわけではなく、巡礼や略奪というくらいの気持ちで参加していたのが実情であった。民衆十字軍は人数のみ多く、全く統制が取れていなかった。さらに参加者は独自の生活習慣に従っていたため、聖地にたどり着く前のヨーロッパの国を移動している時点でトラブルが頻発した。 彼らはたどり着いた町々で食料や水、各種の物資を得ようとした。略奪ではなくとも低価格で必需品を差し出すと考えていた。しかし、突如現れた武装集団に町の人々が温かな対応を見せる理由はなかった。これが原因となって民衆十字軍と滞在先の民衆はしばしば争いを起こした。ドナウ川に沿って南を目指した。 民衆十字軍の一行だったが、大々的にハンガリー領内で略奪行動を行ったため、ハンガリー兵の攻撃を受けた。同じことがブルガリアや東ローマ帝国領内でも繰り返された。これによって参加者の1、4にも上る人々が殺された。生き残った人々は8月にコンスタンティノープルにたどり着いた。しかし、突如現れた多数の武装した集団に、 コンスタンティノープル市民の間には緊張が高まった。当時、コンスタンティノープルにはフランスやイタリアからの騎士の軍団も集結しつつあったため皇帝アレクシオスは役払いとばかりに民衆十字軍の一行を首都から追い出して小アジアへ送り出した。アナトリアを移動している間に民衆十字軍は仲間割れを起こして小グループに分裂した。民衆十字軍は まもなく、ルームセルジューク町の領内に入って、農村を略奪しながら、首都ニカイアを目指したが、規模と種の戦いでクルチアルスラーン一世率いる、ルームセルジュークのトゥルク系企兵部隊の包囲と攻撃を受け、なすすべもなく、ほとんどが処刑され、女は奴隷として売られた。インジャピエールは生き残って、コンスタンチノープルに戻り、第一回十字軍の本隊に参加している。 十字軍運動の盛り上がりは、反ユダヤ主義の高まりという側面をもたらすことにも、なった。ヨーロッパでは古代以来、反ユダヤ人感情が存在していたが、十字軍運動が起こった時期には、頻繁にユダヤ人共同体に対する、組織的な暴力行為が行われた。十字軍の熱狂が始まったばかりの1096年の夏、ゴッドシャルク、フォルクマーなどといった、 説教師に率いられた1万人のドイツ人たちは、ライン川周辺のボルムスやマインツで、ユダヤ人の殺害を行った。亡命ユダヤ人たちを温かく迎え入れるポーランドの、君主ブワディスワフ一世一行と息子ボレスワフそして、これを喜びこうと神に感謝する、ユダヤ人たちこの1 9 9 6年の事件を逃れた、ドイツのユダヤ人は、宗教に寛容なポーランド王国へ逃げ込んだ。 当時のポーランドの君主ブワディスワフ一世ヘルマンと、その子ボレスワフ三世クシボウスティは彼らを温かく迎え入れた。ポーランドにもそれ以前から多くのユダヤ人が各地に住んでいたが、キリスト教徒との間で特筆すべきほど大きな圧力はなかった。十字軍運動に参加した人々は、ユダヤ人とイスラム教徒は皆、キリストの敵であるといい、敵はキリスト教に回収させるか、 剣を取って戦うかしなければならないと訴えた。徴収にとって戦うというのは相手を死に至らしめることと同義であった。カトリック教徒対異教徒という構図が出来上がると一部の人々の目に身近な異教徒であるユダヤ人の存在が映った。なぜ異教徒を倒すためにわざわざ遠方に赴かなければならないのか。ここに異教徒がいるではないか。しかもキリストを十字架につけた。 ユダヤ人たちがというのが彼らの考えであった。ユダヤ人を求めてドイツ人たちはライン川を遡り大きなユダヤ人共同体のあったケルンを目指した。そこでユダヤ人たちにキリスト教に改修するかユダヤ教徒のまま死ぬかの二者択一を迫った。逃げ遅れたユダヤ人の多くは死んだ。群衆がユダヤ人共同体に近づくと 恐怖のあまり自ら死を選ぶものもあった。彼らはユダヤ人をキリスト教徒に回収させる目的の他にユダヤ人の持っている金銭を狙っていた。したがって多額の金銭をキリスト教徒に支払うことで身の安全を確保できたユダヤ人もいた。1096年にポーランドが亡命ユダヤ人を迎え入れたことは西ヨーロッパの各地のユダヤ人共同体に伝わり、 西欧から数多くのユダヤ人がポーランドへと移住した。宗教的寛容を是としたポーランドとその異性者たちは十字軍運動の熱狂には無関心であった。十字軍運動とは直接の関係はないが、その後、ポーランドは1264年にカリシュ市でカリシュの法令と呼ばれる法律を発布、ユダヤ人の権利と安全を制度的に保障した。 これらの歴史的経緯によりポーランドは中世から第二次世界大戦の時代までヨーロッパで最大のユダヤ人人口を抱える国であった。十字軍運動の盛り上がりの中で民衆十字軍が壊滅したが、その後に続いたのは1 9 9 6年夏にヨーロッパを出発した貴族や諸侯による軍事行動である。このグループがいわゆる十字軍の本体であり、 西欧各地の多数の諸公が集まって、聖地を目指した。諸公たちの中で特に主導的な役割を果たすことになったのは、教皇施設であった、ルピュイのアデマール司教、南フランスのプロバンス人諸公のまとめ役だった、トゥールーズ・ハクレーモニ四世、南イタリアのノルマン人のまとめ役を務めた、ボエモンの3人であった。他にもロレーヌ人のゴドフロワド・ブイヨン、ブローニュ・ハク・ウスタシュ、 ボードゥアンの三兄弟、フランドル博ロベール二世、ノルマンディー公、ロベール、ブロア博エティエンヌ二世、フランス王フィリップ一世の弟ユーグド・ベルマンドは、など、早々たる顔ぶれが揃っていた。第1回十字軍時代のヨーロッパ、中東地域諸公と、騎士からなる十字軍本体は、計画通り1 9 9 6年8月にヨーロッパを各自出発し、 コドフロワド・ブイヨンラはハンガリーからブルガリアを経由、ユーグド・ベルマンドワやノルマンディー以降、フランドル・ハクラはイタリアからアドリア海を渡り、ギリシャを東西に横断した。彼らは12月にコンスタンティノープルの城壁外に集結したが、それは民衆十字軍壊滅の2ヶ月後のことであった。この本体にも騎士だけでなく、必要な装備にもことかく多くの民兵が突き従っていた。 民衆十字軍の壊滅から生還したジ者ピエールも民衆十字軍の生き残りの人々と共にこの本体に合流したが再び増票の統率者に祭り上げられた。民兵は小グループに再編成されて行動した。 なんとか、コンスタンティノープルにたどり着いた十字軍将兵はすでに、食料が乏しかったが、武装した軍隊が要求すれば、皇帝アレクシオス一世から食料が提供される、ものと考えていた。しかし、アレクシオス一世は全く統制の取れていない民衆十字軍を、見ていたことや、軍勢の中に、南イタリアを奪った宿敵である、ノルマン人のボエモンがいたため再疑心を抱き、 指導者層に向かって食料を提供する代わりに自分に進化として中誠の誓いを立てさらに占領した土地はすべて東ローマ帝国に引き渡すことを誓うよう求めた十字軍指導者層と皇帝の間でギリギリの駆け引きが続けられ武器を取っての小競り合いにまでなったがなんとか双方が妥協に至ったアレクシオスからアナトリアを案内する部隊を提供され十字軍将兵は オスポラス海峡を渡り、最初の目標としていた都市ニカイアにたどり着いた。ニカイアはかつてはビザンツ帝国の都市で、住民の多くはビザンツ人であったが、ルームセルジュークが征服、その首都となっていた。十字軍はニカイアを行為し、力攻めを避け、水源を封鎖して兵糧攻めを行うことにした。クルチアルスラーニ一世はアナトリア高原のマラティアで、 当地のセルジューク系ダニシメンド町の王、賢者ダニシメンドと戦っていたが、重武装の大軍が首都を包囲していると聞き、慌てて引き返し戦うものの、多大な損害を出したため、城内に立てこもる、ビザンツ人住民やトゥルク人守備隊に、東ローマ帝国への降伏を進め、内陸深くの今夜への退却を決めた。この状況を伝え聞いた、アレクシオス一世は、 十字軍が二階屋を陥落させた場合は略奪を行うに違いないと考え、密かに死者を派遣して二階屋の指導者に降伏するよう交渉を行った。守備隊は説得され、住民らはより密かに東ローマ兵を城に入れた。197年6月19日の朝、町を囲んでいた十字軍将兵は目覚めて協天した。城壁に 東ローマ帝国の旗が翻っていたからである。この出来事は十字軍と東ローマ帝国の関係に修復できない亀裂をもたらした。互いの不信感が決定的になったのである。十字軍は二階屋を離れ一路エルサレムを目指した。東ローマ帝国軍は十字軍の道案内をしながらアナトリアの西半分の領土を 分立する、セルジューク系諸公国から回復していった。一方、クルチアルスラーン一世は今夜で軍勢を立て直し、セルジューク系諸公に救援を呼びかけたが、救援はなかった。十字軍初隊は、案内役の東ローマ帝国将軍タティキオスの兵に、伴われて、今夜へ向かう途中、ドルライウムにいたが、その道中ボエモンの部隊がクルチアルスラーン一世と、 ダニシュメンドの連合軍の吸収を受けた。他の部隊はボエモンを救出し、ドリュラエウムで戦闘状態に入った。これをドリュラエウムの戦いという。この戦いにおいて、ゴドフロワドブイオンは、セルジューク軍の包囲を受けて窮地に陥ったが、強行施設アデマールが軍勢を率いて、救援に駆けつけたため救われた。セルジューク軍は、次々現れる援軍の前に、 集荷的せず逃走した。アデマールがセルジューク軍を撃破したことで十字軍はアンティオキア目指してアナトリアを侵攻できるようになった。アナトリアでの進軍は十字軍将兵にとって困難なものとなった。十字軍は略奪によって物資を得たが夏の暑さと水や食料の不足から多くの兵が倒れ軍馬も失った。 彼らはアナトリア横断に100日もかけた。十字軍全体の指揮を誰が取るのかということに関しては結論が出ることはなかった。全体の統率ができるほど強力な指導者がいなかったためであるが、全体の中ではレーモンド・サン・ジールとアデマールが指導者的地位を認められていた。アルメニア人諸侯が治めるキリキア地方を通過したところで、 ウルゴーニ博ボードアンは手勢を率いて十字軍と分かれ、ユーフラティス川沿いを北に進んで、アルメニア人の多く住む上流部へ向かった。1九9 8年、エデッサにたどり着いたボードアンは統治者ソロスに自らを、養子、後継者と認めさせることに成功した。ソロスは、聖教徒の統治者であり、非カルケドン派である、アルメニア正教を奉ずるアルメニア民衆からは、嫌をされていた。 アルメニア人の東ローマに対する反発心も強かった。市民の暴動を引き起こしてソロスを排除するとボードアンはエデッサの支配者の座につき、ここに最初の十字軍国家であるエデッサ白国が成立した。アンティオキアの城壁と背後の山十字軍本体は1097年10月アンティオキアに到着、包囲した。 アンティオキアの守兵は少なかったが、多くの監視塔と、堅固な城壁を持ち、西は、オロンテス川、東は徐々に山を形成する攻略困難な地形で、頂上には砦を持ち、落とすに固く守るにたやすい都市であった。アンティオキアの周囲をすべて包囲できるほど軍勢が、いなかったため、都市に対する補給を許すことになり、包囲戦は8ヶ月の長きに及んだ。 アンティオキアの包囲が長引き、十字軍将兵が地震と大雨に怯え、飢餓に苦しみ人に苦食まで行う中で、ボエモンは、アンティオキアを自らのものにする要求を公言するようになった。領主ヤギシアンと息子、シャムスアルダウラは果敢な突撃を繰り返し、都市を守り抜いたが、包囲されたままの状態は打開できなかった。助けを求められた近隣の諸侯は、 シリアセルジューク朝を分裂させて戦う二人の都市、若い兄弟のマリク、北シリアのアレッポのリドワーンと、南シリアのダマスカスのデュカークで、どちらも頼りになる人物ではなく、二人とも一致協力して戦う気もなかった。二人は模様眺めのために軍を出すが早々に逃げ帰る。1 9八年五月、モーソルのアタベク、ケルボガガヤギシアーンの頼みに応じ、軍を引いて、 アンティオキア救援に出発した。しかし、途中でエデッサの十字軍攻撃に立ち寄ってみたりと、一向にアンティオキアに着かず、アンティオキア側にも焦りが出た。一方、敵に援軍が来ることを察知したボエモンは、モースル軍が到着より前に陥落を急ごうと、アルメニア人衛兵を買収して、城門を開かせることに成功した。6月3日、十字軍部隊はついに城内に突入し、 火を放ち多数の市民を虐殺した。領主やギシアーンは城からの逃走中に倒れて死亡。息子シャムスが、なおも、山頂の砦に立てこもって戦った。十字軍将兵が勝利に寄ったのもつかの間、数日後にはやっとアンティオキアに到着したケルボガラの援軍に逆に包囲され、木内から出られなくなってしまった。しかし、ケルボガラの援軍の士気は低かった。 ダマスカス王・ドゥカークが途中で軍を合流させたものの、ケルボガがアンティオキア解放後にシリアで大きな顔をすることを恐れていたので、ケルボガの兵隊に彼の悪口を流したためだった。この時、一人の無名の修道士、ペトルスバルト・ロメオが3日間の断食苦行で、地下から十字架上のキリストを差し貫いたせい、槍を発見したと言い出した。強硬施設、アデマールラは、 少子千万な話だと考えていたが、多くの将兵はこれこそ、イスラム教徒に対する勝利の前触れだと信じた。十字軍将兵の士気は高まり、6月28日に、城外に打って出た。ケルボガは、城門から出る兵を個別撃破せず、皇族の兵がまた城内へ戻らぬよう、全軍が出た後一気に肩をつけようとした。しかし、士気の低いダマスカス王、 スカークラは次々に逃亡したため連合軍は崩壊した。当ての外れたケルボガが戦わず退却するところを十字軍は逃さず追撃し、勝利を収めた。エデッサとアンティオキアの占領と略奪によって十字軍の欲求が満たされ、熱狂的な宗教的情熱を持つ諸侯や庶民、騎士を除き、多くの諸侯や将兵がエルサレムへの関心を見失い始めた。 ここに至ってボエモンは皇帝アレクシウスが十字軍部隊にあまり援助していないのだから誓いは無効であると主張し始めた。ボエモンはアンティオキアを我がものにしようとしていたのである。十字軍の指導者層はボエモンの主張に紛糾したため新軍は止まった。さらに薬病の流行が軍勢を襲い多くの兵や馬が命を落とした。薬病の犠牲者の中には 強行施設アデマールも含まれていた。諸公は夏の行軍を避け冬を待ったが、軍勢は統一した、指揮系統を失い、シリアに留まったまま、行き輪を失った状態で、住民も略奪に抵抗した。1九9 8年の末には、シリアの都市回った攻略の際、十字軍兵士たちが市民を鍋で煮殺し串で焼き殺すという人肉食事件が起こる。こうした瞑想に、 11月にはショコラのアンティオキアでの会議に対して巡礼者らがエルサレム行きを求めて突き上げを行う事件も起きた。1999年1月になってようやくトゥールーズ博霊門を中心にして指揮系統が回復、アンティオキアの私有化を主張するボエモンを後に残して軍勢はエルサレムに向かった。ボエモンはアンティオキア広告建国を宣言。 アンティオキアコーボエモン一世となる。エルサレムの戦い中近東地域に入った十字軍は、エルサレムを目指して南下した。トゥールーズ白率いる主力部隊は、オロンテス川沿いにシリア内陸を進み、エルサレム行きを渋るボエモン軍が出発するのをアルカで待ち、そこから山を越え地中海沿岸に出て、レバノン海岸を進んだ。ゴドフロは、ウスタシュ、ボードアンラは、 トゥールーズ博に従うのを好まず、アルカから、さらに内陸をヨルダン側渓谷へと進み、エルサレムで合流する。途中で、組織的な抵抗は、ほとんどなかった。というのも、それまでに十字軍が通過した町や村で行った、略奪や虐殺の凄まじさを聞き、セルジュークやアラビアの有力者たちは、抵抗するよりも十字軍に、宝物、食料、馬など、 物資や道案内を教室して、徹底的な破壊を避けることを選んだからであった。当地中海有数の富裕な港、トリポリはその富のため略奪の標的となったが、トリポリ領の都市アルカの攻略に向かった十字軍は、住民の必死の抵抗で手間取り攻略を諦めたため、トリポリは多数の貢ぎ物を奪われる程度で十字軍の蹂林に合わずに済んだ。エジプトのファーティマ町は、 アンティオッキア攻略中の十字軍に最小、最初、あるアフダルは、死者を送り、シリアの南北分割統治を提案したものの、十字軍は、あくまで、エルサレムの占領に関わり、同盟も、不可侵条約も成り立たなかった。その後の交渉も十字軍側はすべて拒絶、エルサレムの占領を目指して、ファーティマ朝の国境を越えた。ファーティマ朝領内の港湾都市、サイダは抵抗して、 近郊の農地を略奪されたが、ベイルートやティール、アッカなどは十字軍の脅迫に屈して案内人を送り、途中の農村の住民は十字軍を避けて逃亡し、あえて抵抗はしなかった。ファーティマ朝は、つい一年前に、アンテロキア観落後のセルジュークの弱体化に乗じて、エルサレムを奪ったことを後悔し始めた。こうして1099年6月7日、十字軍は、 エルサレム郊外に布陣した。十字軍はエルサレムの包囲を行い、工場櫓を建設し城壁を乗り越えようとした。しかし、ファーティマ朝の司令官イフティハール、アルガウラは石油や洋を使った攻撃で兵を満載した工場櫓に火を放って城を守り、一方の十字軍側は満足な食料の補給もなかったため、死者の数は増える一方となった。 しかも本国から最初アルアフダルラのファーティマ軍が迫っており、不十分な軍勢でエルサレム攻略は不可能かと思われた。その時、従軍していたペトルス・デジデリウスという司祭が断食した上に、裸足で9日間エルサレムの周りを回れば、エルサレムの城壁は崩壊するという幻を見た、と主張し始めた。それは、旧約聖書のエリコの陥落の故事を踏まえた。 発言であった。1999年7月8日、デジデリウスの後に従い、将兵たちはエルサレムの周りを回り始めた。7日目の7月15日、一同は城壁の弱点を発見して、そこをぶち壊し、城内に入ることに成功した。城内での殺戮の最中、イフティハールは鳥居の上で交戦していたが、レーモンドさん、ジルの勧告を受け入れて降伏した。 一方、城内に入った軍勢は、エルサレム市民の虐殺を行い、イスラム教徒、ユダヤ教徒のみならず、東方正教会や東方諸教会のキリスト教徒まで、殺害した。ユダヤ教徒はシナゴーグに集まったが、十字軍は入り口を、ふさぎ火を放って焼き殺した。多くのイスラム教徒は、ソロモン王の神殿跡に逃れたが、十字軍の軍勢は、 必要に虐殺を行いそのほとんどを殺害している。著者不明の十字軍の従軍機、ゲスタ・フランコルムによると虐殺の結果、血が膝の高さに達するほどになったと書いている。十字軍による市民の虐殺が一段落すると、軍勢の指導者となっていたコドフロアドブイオンは、エルサレム公、または、アドボカトゥス・サンクティ・セプルクリと名乗った。これは、 ゴドフロアが王であるキリストが命を落とした場所の王になることを恐れ多いと拒んだからとも他の諸公の反感を恐れたからとも言われている。聖教会、非カルケドン派各教派のエルサレム総主教たちは追放されカトリックの壮大主教が建てられた。キリストがかけられた聖十字架など聖遺物も被災たちを拷問して手に入れた。ゴドフロアは その後、エルサレム手前で留まっていた最小アルアフダルラのファーティマ朝の軍勢をアスカロンの戦いで吸収し、破った。以後エルサレムを拠点に、パレスチナやシリア各地を襲ったが、1100年にエルサレムでこの世を去った。弟のエデッサ・ハクボードゥアンが後を継いで、エルサレム王を名乗り、十字軍国家、エルサレム王国が誕生した。 エルサレムの占領と聖墳墓の奪回によって十字軍は当初の目的を達成した。一方が西欧に伝わると途中で脱落して帰国した騎士や未参加の騎士は激しい非難と嘲笑にさらされ聖職者による波紋さえほのめかされた。一方、エルサレムを占領した将兵も大部分はたくさんの財産を得て帰国した。シャルトルのフルシェルによれば1100年の エルサレム王国には数百名の兵力しか残っていなかったという。また、1100年にアナトリアで再度メリテネを攻めていたダニシュメンド王を打とうとしたアンティオッキアコーボエモン一世はメリテネの戦いで逆にダニシュメンドの捕虜となる。十字軍は手薄な状態だったがイスラム勢力も内輪はもめに終始していたので地盤を固める時間はあった。 アンティオキア公国の後継者は、ボエモン一世のおいで、亡きゴドフロアの下で戦ったタンクレードがついた。1101年に入ると、西欧において、ブロワ博、エティエンヌやユーグド・ベルマンドワによって、新たな軍勢が組織され、他の諸公との不仲で、コンスタンティノープルにいたレーモンド・サンジルと交流し、増兵や民兵を含め10万人近い軍勢が、再びエルサレムを目指した。 これを1101年の十字軍とも言う。軍勢はアナトリアでアンカラを陥落させたが、捕虜のアンティオキアコーボエモン一世救援に向かった。先でクルチアルスラーン一世とダニシュメンドのセルジューク、連合軍に散々に打ち破られ壊滅した。生き延びてシリアに達した者はトリポリの港の攻撃に取り掛かった。トリポリ領主はシリアセルジューク長系のダマスカス王。 ドゥカークと組んで十字軍騎兵を撃退しようとしたが、ドゥカークは以前エルサレムに向かう、エデッサ白ボードアンを撃つ際に、トリポリ領主がボードアにへ密通したため失敗した、恨みを忘れていなかった。ドゥカークの軍は十字軍を見て退却、残されたトリポリ軍は大敗した。こうして、デーモンド・サンジールは、後々まで十字軍の上陸拠点となる、トリポリ白国を建てた。 エルサレムに到着した騎士と兵は、エルサレム王国の守りを固めることになった。やがてイタリアの商人層が、シリアの諸公に来航して、物資を補給し始め、テンプル騎士団、病院騎士団といった、騎士修道会が組織されて、エルサレム王国を防衛することになった。十字軍国家第一回十字軍は、エルサレム王国、アンティオキア公国、エデッサ博国、 トリポリ白国の十字軍国家と呼ばれる国家軍をパレスティナとシリアに成立させ巡礼の保護と政奮母の守護という宗教的目的を達成した第一回十字軍が成功したことは誰にとっても予想外な出来事だった君主層は西欧の安定によって失われていた武力の矛先を富栄えた東方に乱し占領地から得た略奪品によって 遠征軍は富を得ることができた。また、十字軍国家の防衛やこれらの国々との交易で大きな役割を果たしたのは、ジェノバ共和国やベネツィア共和国といった北イタリアの都市国家である。これらイタリア諸都市は占領地との交易を行い、東西交易で大いに利益を得た。エルサレムから西欧に帰ってきた将兵たちは、永遠有志された。フランドルのロベール二世は、 エルサレムにちなんで、ヒエロソリマタヌスと呼ばれた。ゴドフロワドブイヨンの生涯は、四五数年を経たずして、伝説となり、クン誌などに歌われた。一方、十字軍将兵の不在はその間の、西欧情勢に変動をもたらした。例えば、ノルマンディ地方は、領主ロベールカルトゥース不在の間に、弟ヘンリー一世の手に渡っていた。帰還した兄は、弟と争い。 1106年には、タンシュブレーの戦いが起きた。また、東ローマ帝国は十字軍国家が建国されたことで、イスラム諸国からの圧迫はなくなったが、今度は十字軍国家と対立することになった。正教会とカトリックの和解が十字軍を唱えた、カトリック教会指導者側の当初の動機の一つだったにもかかわらず、両者の溝は十字軍により深刻化した。 両教会はそれまで協議上は分裂しつつも名目の上では一体であり互いの既存権益を尊重しつつ完全な決裂には至っていなかったが十字軍が正教会のエルサレム総主教を追放しカトリックの総大主教を置いたことでこの微妙な関係は崩れ断絶が深まったこの緊張はコンスタンティノープルが徹底的に略奪される第四回十字軍において 頂点に達することになる。イスラム諸国は依然として内紛をやめず、争いに十字軍国家を利用するため、これらと同盟を結んだ。この後、イスラム勢力の軍もいくつかの戦いで十字軍を破ったが、積極的な反十字軍を起訴する者は現れなかった。イスラム国家が西からのキリスト教徒を放逐するのは、12世紀中央の ザンギー長のヌールティーンとアイユー部長のサラーフティーンの時代になる。当時は十字軍という呼び名はなく、単に十字をつけたものと呼ばれた。十字軍という言葉が最初に現れるのは第1回十字軍の100年ほど後である。彼らは聖地を奪回するという名目以外に名称を求めてエルサレムへ向かう巡礼者という意味もあった。 もともと十字軍は一部の騎士に対する呼びかけであったが、やがて膨大な人数を動員して、移民活動のような状況を呈することになった。十字軍への呼びかけというのは、当時のカトリック教徒にとって魅力のある言葉だったのである。東方のビザンツ帝国やイスラム諸国がもたらす、発達した文化や洗練された工芸品や文物、富は西欧の人々を魅了していたのである。 下級騎士は、封建制度の息苦しさと貧困から逃れようとし、農民や職人も貧しく困難な日常から逃れたいという気持ちを持ち、東方には豊かで文明的ではあるが入弱な世界が広がっていた。西ヨーロッパ中世におけるキリスト教徒の二つの生き方、聖なる戦士と巡礼者が一つに結びついたのである。戦闘に参加した者に免章が与えられる。 あるいは戦闘で死んだ者が殉教者となり得るというのは十字軍運動の中で初めて生まれた概念であった。そして十字軍に参加することで与えられる面称はエルサレムへモーデルという巡礼者としての面称とキリスト教戦士として戦うという面称の二重の意味があるためどちらにせよ面称を受けられるというのが魅力であった。このように宗教的なものから世俗的なものまで 様々な動機によって十字軍運動に身を投じたのである。十字軍の主要な従軍者は、貴族でも相続権を持たない指定かまた貧しい下級騎士が人山当てようと財産目あてで志願したものであった。一方では十字軍運動に参加した当時の人々にとって重要なのは地上の富だけでなく霊的な富であったとの考えもある。 一般的には十字軍師を借り立てたものは宗教的情熱、名誉欲、冒険、領土、財産欲の組み合わせであり、その比重は人と時代により違う。数ある研究の一つは宗教的情熱は従来想像された以上に強かったのではないかと述べている。ケンブリッジ大学の歴史学者、ジョナサン・ライリー・スミスは自身の研究によって十字軍への参加が 出発時に、それなりの出費を強いるものであったことを明らかにしている。中心的な存在であった、諸高層、ベルマンデワの遊具やノルマンディーコ、ロベール、トゥールーズハクレーモンド・サンジルなどは資産を売り払って十字軍の編成費用を捻出している。現世的な富よりも、宗教的な情熱が騎士を動かしたことの少佐として、 ゴドフロワドブイオンと弟のブルゴーニハクボードアンがかつて教会と争ったことの償いとして自らの土地を教会に寄進して出発したことが挙げられる。もっともその寄進記録は聖職者が書いたものでゴドフロワ自身が書いたものではないため信仰深い騎士として美化している部分はあるが二人の財産が教会所有となったのは確かである。ありがとうございます。